これでじゃあ始まるよ。はい、こんにちは。パープルあさみです。 We are four てなこといい。本日の企画、今流行ってる水グミとそして水ゼリーをたくさん食べよう。いや、ということで今日なんかあの TikTok とか SNS でちょっと流行ってる水グミっていうちょっとよくわかんない涙袋みたいなグミを今日はいっぱい買ってきました。はい、これラスト。はい。で、見せかけてもう一個。と、見せかけてもう一個。と、見せかけてもうないよ。セブンイレブンに行ったら、たまたまね、あったんですよ。だからもう、そこにあった水汲み全部買い占めました。ごめんなさい。もう店員さんがね、こういうも変な目で私のこと見てました。カムスハモニだ。ありがとう。あとなんか前からすごい気になってたジュースがあるんですけど、こちらですね。この水ゼリー、駅にある自販機限定のジュースです。だからこれに関してはコンビニとかじゃ買えないんですよ。ということで、早速水グミと水ゼリーを食べていきたいなって思います。ということで、早速ちょっとこちらの水グミ開けてみたいなと思います。ちなみにこれ1袋130円です。こちら見てもらって水グミ、これ巨峰味、パプーパプー、見てめちゃめちゃ少ないんだけど、6、7、8、1袋11個しか入ってません。なんで11本なん。あめちゃくちゃいい匂いするんだけど、ザ・パープルって匂いがする。こんな感じ、人間の涙を大きくした版みたいなね。意外とね、思ったよりもちょっとさ、小さいかなって思うね。うん、全然見えてないじゃん。めちゃめちゃさ、透き通っててすっごい綺麗だね。これなんか赤ちゃんのお尻みたい。可愛いんだけど。めちゃくちゃいい匂いなんだけど、渋谷の109みたいな匂いがする。こういうね、匂いがきついさ、香水つけてる女いっぱいいるじゃないですか、109って。すごくいい匂いなんですけど、ちょっときついっすよね。さあ、はぁ。うわぁ、めちゃめちゃ綺麗。うわぁ、はい、ということで、完成しました。はい。こちらが水グミで、こちらがあの水ゼリーの中身を出したコップと、そしてこちらが水ゼリーであのハニーゼリーを作ってみました。ほら、結構綺麗に出来上がりました。はい、ということで、せーの、せーの。いただきます。いやー、うわー、これめちゃめちゃ硬いんだけど。じゃあ、いただきまーす。美味しいんだけど、歯にめちゃめちゃ詰まる。水飴に水を入れてるから、そんなに言うて甘くないから、蜂蜜で作るよりも美味しいかもしれない。でもめちゃめちゃ歯に詰まるからね。今日のメインディッシュのこちら水グミをちょっと食べていきたいなって思います。こういう時ってさ、どっからさ取ろうか迷うんだよね。端っこから取るべきなのか、あえて真ん中から取るべきなのか、もうどうでもいいよね。こちらですね、人間の涙袋を取ってきたみたいな水グミ、いただきます。めちゃめちゃ美味しい。パープルの味ですわ。これこそ正真正銘のパープルの味。結構さ、パープルの味って言ったらさ、どういう意味みたいな。パープルの味って何ですかっていうコメント結構来るんですけど、そのまんま、パープルイコール何ですかっていう話です。とかめっちゃ美味しい。この涙袋めちゃめちゃ美味しいんだけど。まっ。これさ、水グミじゃなくてさ、パープルグミにしてほしいぐらい美味しいわ。ピンマイクを買いました。乳首みたいなピンマイクを買ってきたので、ちょっとね、あの音も取りながらね、今後ね、あのモッパンを楽しんでね、いけたらね、いいかなって思います。すいません、こういう使い方良くない、ダメ。こういうね、変なね、ちょっとエッチな声はやめましょう。秘宝です。今ここにあった水ゼリーとチョコソースをかけて食べるっていう動画を撮ったんですけど、
撮れてませんでした。すいません。なので、もう一度撮ります。すいません。はい、ということでね、まずはこちらのチョコソースをかけていきます。先ほどと同じことをしております。もうマジ最悪なんだけど。パープルフット。そりゃね、美味しいのよ。焼肉とお寿司をなんか一緒に食べる感覚、めちゃくちゃ美味しいよ。結構柔らかいように見えて結構硬いんよ、これ。肘のここ食べてる感じ。感覚的にはね。はい、続いてはね、2杯目となりますが、こちらの水ゼリーをコップに入れて飲みたいなって、甘々。めっちゃ美味しい。美味しいっていうのさっきもやってました。はい。でもこれ、何回飲んでも美味しい。ラムネ味なんですよ。だから本当に、瓶ラムネのビー玉の味がするんですよ。めちゃめちゃ美味しいね、これ。なんかね、ラムネ味が2割で、8割が、なんか爽やかな味がするんですよ。飲んだ後に、さっぱりする感じ。チョコミントアイスとかに近いかもしれない。なんかチョコミントアイスって歯磨き粉に似てるから、食べた後にすごいスッキリした気持ちになるじゃないですか。そんな感じで、これもなんか飲んだ後にすごいスッキリした気持ち、なんか新しい自分みたいな感じです。めっちゃ美味しい。ちなみに自販機で130円、ってことはこのグミ一袋と同じ値段なわけ。この一杯でさ、美味しいとお腹いっぱいになれるから、これすごいよ。ラッキー&翼みたいな感じっすね。本当に一石二鳥よ。チョコシロップを今度はこの中にぶち込んでやりたいなって。気持ち悪いのはできたんだけど。すごいな。じゃあいただきます。おいしい。めっちゃおいしい。ほんのりラムネの味がしちゅちゅも、チョコソースがちゃんと後からね、走って追いかけてくるんだよね。これが水ゼリーで、これがチョコソースだったら、みたいな。こういう感じで、なんか、ね、すーごいしつこいね、チョコソースね。おいしい。どうしよう。やっぱあれだ、さっき私振らないで飲んだからあんなに水の塊があったんだけど、ちゃんと振ったら、ちゃんとした水みたいな。ちゃんと振った方が美味しいわ。ドゥ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 デスソース。いちごグミの動画でデスソースをかけてみたんですけど、もう本当に辛くて真相だったんですよ、マジで。やっぱりその買ったからにはちゃんと使い切んないといけないなと思って。ちょっと待って、ちょっと思ったよりもちょっと出ちゃったかなみたいな。待って、やばい。梅干しサワーみたいな感じだよね。小田さんに乾杯。マジで怖いんだけど。まだ平気、まだ平気。多分次ぐらいにいっぱい来そうだわ。
デスソースの固まったゼリーの塊を多分飲んじゃって、なんていうんだろう、もうマジでやばい、コンクリートに頭をぶつけたみたいな感じ、全身に響く痛みみたいな。まださ、喉の奥の辺がまだちょっと本当に炎燃えてるよ。うん、前にさ水丸餅を食べてた時についてきたきな粉とあんみつが余ってたんで、ちょっと入れたいなって思います。こんな感じ、もう見た感じマジであの水丸餅と一緒だね。じゃあいただきます。まっ、めっちゃ美味しい。水丸餅よりかは弾力はないけど、なんか食感は一緒。うん、だから水丸餅はさ本当に味がなかったんだけど、これはさラムネの味があるからなんか美味しいんだけど、ちょっとこのラムネが邪魔だね。気管がマジで弱いんですよ。みんなの気管がこれぐらいあったら、私の気管ってこれぐらいしかないんですよ。だからね、ちょっとした粉とかでもすぐ詰まってなっちゃうんですよ。この水汲みさ凍らしたらさもっと美味しいんじゃないかなって思うんで、ちょっと後日凍らしてちょっとこれ食べてみようかなって思います。未公開シーンの方にこれ載せとくので、よかったら見てください。多分これさ今後めちゃくちゃ流行ると思う、この水汲み。あとでこの水汲みは凍らして食べてみたいなと思います。あとはあの大好きなんでね、あの甥っ子と姪っ子にもちょっとあげたいなって思います。ごちそうさまでした。はい、ということで、もう今夜中のもう12時を回っております。まあ、結論から言うとめちゃくちゃ美味しかったです。気になった方はよかったら買ってみてください。はい、ということで動画を最後まで見てくださりありがとうございます。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、コメント、そして無断転載の方もお願いします。はい、ということで、何回も言いますが、年内までに登録者数を1万人を目指しております。私の動画見たらもうそのままね、もう流れで酔った流れでホテルに行くみたいな流れでいいんで、ポチッとなって登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。せーの、せーで、バブルアドミでした。早くお風呂に入って寝たいなって思います。I just have been good ear. むしろそうなれば、こんなに嬉しいことはないのに。Love is you. Love is you. 連れてって、どうせならない。